うわピート合わないよ。おはようございます。朝日新聞 YouTuber の吉永です。今回取材させていただく先は株式会社ヤミさんです。株式会社ヤミさんというと VR を使ったお化け屋敷、最新の技術を使ったホラー事業を展開されている会社さんでして、実際にですねこの後 VR お化け屋敷体験していきたいと思います。それでは株式会社ヤミさんの潜入取材行ってきます。一度でも目にすると呪われて死ぬ、そう言い伝えられた人形が存在する。この人形は絶対に見てはならない。あなたは観光で訪れたこの村で隠されていた人形を好奇心から見てしまった。呪いを解くため村の老婆が用意した部屋で一夜を明かすよう指示される。秘密の時に差し掛かると、あなたは恐ろしい悲しみに襲われる。これが悪夢の時間の始まりとなる。はい、ということで東京ドーム市に着きました。もうすっかり夜遅いですけども、ここでですね株式会社ヤミさんがプロデュースするVR を活用したお化け屋敷、今からですね潜入して取材していきたいと思います。行ってきます。いやー暑いですね。いよいよ出番。こういうお化け屋敷全くやったことがいいんだけど、 VR も持ってないし、だって今取材するからちゃんと準備万端や。始まります。縛り屋敷が始まります。行ってきます。行ってきます。それではおやすみなさいませ。おおおお、やばい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 、やっばい、やっごめん怖い、ダメダメダメ、これダメ、これやっちゃダメ、これやっちゃダメだ、やっちゃダメだ、これやっちゃダメ。怖い。どんな感じでした？いやもうつけた瞬間怖い。ちょっと整理すれば、もうつけた瞬間からもうホラー映画見てるみたいな映像がもう出てきて、これはもう体験してください。